よいしょ、この方が、はいはいはい、ライトはね、照明がね、ちょっと照明この位置でいいかな。はいはいはい、どうもどうも。今有料ノートを書いておりまして、今日も追記しました。で、大体ですね、有料ノートだけで、100万円ぐらい売れてます。はい、これだけでね、11月末に書きましたけども、この有料ノートだけで、100万円ぐらいですね。で、クリスマス僕も一人なんですけども、一人で寂しくね、孤独に作業を頑張る人もいるだろうということで、今まで書いている内容をちょっとささっと、話していきます。なので、買わなくても内容がわかりますということですね。そんなことをやっていいのかっていう、ことを言われますが、僕の商品なのでそれは僕が権利がありますので勝手にやります。そういうことなので、よかったらね、多分ね15分ぐらいで話せると思うんで、ツイッターをこのまま開けとくか、パソコンでもう一つパソコン出せる人はパソコン出して、僕の有料ノートの目次まで、買わなくていいんで、買わなくて目次だけ見るだけでもだいぶ話が分かりやすいかなと思います。はい。で、大きく分けて第1章第2章第3章ぐらいで書いてて、まあ第4章ができるか、ちょっとね内容があまりにも多くなりすぎると、読めなくなると思うんですよ、一つのノートではね。なんで分けてもう一つちょっと上級者用みたいな形で出していく可能性が高いです、今のところ。うん。なので、まあどっちにしろ今日は今書いてあることと、これから書く予定のことも合わせて話しますので、よかったらまあライブ配信で、クリスマス一人で頑張ってね、発信を頑張ってる人は、よかったら参考にしてみてください。で、これが YouTube なるかもしれないし、もう消すかもしれないので、まあ見てる人だけね、なるべくなんかね、こうプレゼント的な感じでできたらなと思います。僕もね、話した方がね、結構内容がね、また出てきたりもするんで、僕にとってもいいことがあるのでね。はい、やりたいと思います。で、無料ゾーンを読んでいただいてる方だったらなんとなくはわかると思うんですけど、まず第1章で言うと、インフルエンサーを理解するっていうことを話してます。で、インフルエンサー1年目の教科書、先にね、インフルエンサー1年目の教科書っていうのは、僕が、まあ、実際にこの1年4ヶ月ぐらい、全く発信で伸びなかった、10ヶ月でフォロワーが200人しか増えなかった期間と、それから半年でフォロワーが1万人増えた期間、この、10ヶ月と半年の違いが何があったのかっていうことと、なんでそんなに伸びなかったのかというのと、なんでその後伸びたのかっていうことが詰まってます。だから、野球部でいうと1年目に、新入部員で入ってきた人が何やっていいかわからないね、グラウンド整備からわからないっていう状態から、何をやったら怒られないのかみたいなね、先生に何をやったら褒められるのかみたいな、どうやったらバットがね、ちゃんと振れるようになるのかとか、遠くにボールが投げれるようになるのかっていうことを簡単に、このノートの中に、まとめております。はい、そんな感じの前提でね、インフルエンサー1年生、これからね、インフルエンサーになりたいというよりかは、発信で仕事をね、発信を仕事にしていきたい、SNS を仕事にしていきたいという人が、これから何をやったらいいのかっていうことを、僕は1年間通して分かったことをなんとなく書いてるっていう、なんとなくというか書いてる、マニュアルみたいな感じですね。そんな感じなのがインフルエンサー1年目の教科書っていうことです。はい。で、じゃあ内容に入っていきたいと思うんですけど、うん。まずね、第1章が、インフルエンサーを理解するっていう章です。はい。で、まずですね、なぜインフルエンサー、もうこの有料のゾーンですね。買わなくても大丈夫ですよ。目次だけ読めば大体わかると思うので。なぜインフルエンサーになりたいのかっていうところからスタートしましょうってことです。はい。で、インフルエンサーになぜなりたいのかっていう、なぜがなぜ大事なのかっていう話で、なぜがなぜ大事なのかっていう話になります。で、これはですね、ゴールデンサークルっていうお話を聞いたことがあるでしょうか。ですね、ゴールデンサークルっていう、考え方というかね、ものの捉え方があって、大事なことなんですよ。で、アップル、スティーブじゃないの、アップル、マーティン・ルーサー・キング牧師、ライト兄弟、この、まあ、一つは企業ですけど、残り二つは人物ですよね。はい。この、三つに共通するということ、この三つに共通することは、世界を変えているということで、世界を変えるとか、歴史に名を残すような企業であったり、人でありますね。まあ、ライト兄弟なんかすごいですね。だって、初めて有人飛行ね、有人動力飛行した人ですから。はい。で、この人たちは実は、Y を大事にしてるんですよ。なぜを大事にしてるんですね。はい。
ああパパ活ね、太パパが欲しいから。それはね、ワットとかハウになっちゃうんですよね。Y とワットとハウがあった時に大事なのは Y です。なぜなのか、なぜインフルエンサーになりたいのかっていうことですね。で、そう要するに世の中に結果を残すとか、稼ぎ続ける人っていうのは、なぜを大事にしてるんですよ。うん。で、Apple っていうのは実は自社製品が一番優秀だから買ってくださいっていうのは宣伝してないんですね。で、キング牧師も、たくさんね、黒人の差別を訴えてた人がいるんだけども、別にキング牧師は最初の黒人ではないということですね。で、ライト兄弟は知名度があって資金が潤沢にあったから、人類初の有人動力飛行ができたわけではないんですよね。そうだからね、すごい条件が整ってるからどうこうではないです。この3つに共通することはなぜからスタートしたってことです。で、アップルは世界を変えられると信じてるからっていうところからスタートで、キング牧師は差別のない世界が作られると信じてる、ライト兄弟は人は空を飛べると信じてるからですね。はい。だから、スタートしたところからスタートしたわけですよ。うん。で、例えばこうインフルエンサーになぜなりたいんですかとか、ツイッターでね、ツイッターを頑張りたいんですって言うんですが、なぜツイッターを頑張りたいんですかとか、ツイッターのフォロワーを伸ばしたい、なぜ伸ばしたいんですかって聞いたときに、いや別にみたいな、いや1万人ぐらい行った仕事になるから、うんみたいなまあこれは別にいいんですよ。最初はもちろんいいんですけど、どうせ頑張るんだったらなぜからスタートした方がいいです。はい。で、なんでね、じゃあ僕がなぜ、インフルエンサーにビジネスを頑張ってるかというと、すべてのね、人が影響力で自分の人生を変えられると信じてるからです。これは、途中から考えました。途中から考えました。最初からはやっぱ思えないですよ。最初から確かにわからなくて。でも、自分の人生っていうのは影響力で変わったんですよね。いろんなインフルエンサーの力を借りながら、自分の力をつけて、実力を蓄えていって、まあもちろん足も動かしていきましたよ。で、その中で影響力が自分にもついたし、借りることができて、でそこから人生が大きく変わりました。変わったっていうのはサラリーマンから、を卒業して、自分を仕事にしてフリーランスで、月100万円から、まあ、今月は月200万円ですね。もうほぼ行くでしょう。はい、ほぼ確実に行くと思います。もうあとちょっとなんでね。うん、多分、うん、明日、明後日、し明後日ぐらいに行くかなと思います。はい。だからこれだけ僕は影響力で変わったんですよ。で、これは別に僕だけに起こったことではなくて、たくさんの人に今まで起こってきたことだし、これからもたくさんの人に起こることなんですよね。で、それを信じてるから僕は今発信もしてるし、よりそれ別に、ね、自分が変わったからってお前も変われって言ってるわけじゃなくて、あなたも変わった方が絶対楽しいから自分が変わる姿でそれが分かってもらったらいいなって感じです。うん、こんなに変わるんだよってことが自分でね、体験を通して言えたらいいなっていう感じです。で、その、Y とか How とか What っていうゴールデンサークルですね。これが大事なんですよ。見えるかな。ちょっとこういう図があって、真ん中が Y で、これ、買ってもらったら見えるんだけどね。調べても出ると思いますね。はい。で、その次が How で、その外が What です。大体の営業マンっていうのは、この How とか What とかからスタートしてしまうんですね。弊社の車っていうのは、例えば他の車よりも燃費が良くてとか、この車はデザインが、すごいデザイナーがついてますからとか、そういうところから始めてしまうんですね。うん。そう。でも、なぜ自分が、車を売ってるのかっていうことから話す営業マン多分なかなかいないと思うんですよね。うん。そう。で、別に車の営業ぐらいだったら別に、車の営業ぐらいって言ってもダメですけど、まあ、それだったらね、まだ仕事ですから、いいんですけど、自分の人生に関わるようなことをやっていくのであれば、やっぱ Y から始めた方がいいです。例えば、さっきの営業の話がありますけど、Y がなしでいきますよ。僕は毎日新規開拓の営業に出て、最低でも5社法人を回り、経営者と名刺交換をしています。こうやって言う営業マンは多分いると思うんですよね。うん。でもこれね、 How と What しかないんですよ。うん。毎日、新規開拓の営業に出てる、まあ、そういうことですよね。で、5社ぐらい法人回って、まあ、Watt とか How とか、名刺をね、やってると。はい。で、ここに Y をプラスしましょう。Y をプラスしましょう。なぜなのかっていうところですね。僕は自分の会社を持つという夢のために、毎日新規開拓の営業に出て、最低でも5社法人を回り、経営者と名刺交換をしています。はい。どうですか？こういうふうに、例えば、あなたの目の前に、人が現れて、さっきのね、僕、1個目と、Y がないバージョンと、Y があるバージョンで聞いたときに、多分、後者の方に対して、おそらくね、皆さんは心が動きやすいと思うんですよ。これがね、実は Y が大事だっていう理由です。はい。で、例えば、
発信をね、仕事にしたい理由を聞かれた時に、こういうふうに答えることができると思います。すべての人が影響力で自分の人生を変えられると信じてるから、圧倒的アウトプット量をこなし、24時間自分株式会社を実践することで、自分という生き方を仕事にしています。みたいなね。こんな感じです。だからなんであなたはツイッターしたいんですかつったら、頑張るんですかとか、ツイッターをなぜ仕事にしたいんですかって聞かれた時は、影響力のね、が自分の人生、を変えたように、まあ、変えれると信じてるから、まあ、自分の人生がまだ変わってない状態で変えれると信じてるからってことですよね。はい。うん。まあ、買っていただいた方がいるみたいでありがとうございます。はい。ぜひ実践。だから、まずは Y を大事にしましょうってことです。うん。これを聞くとなんかね、精神論みたいに聞こえるかもしれないんですけど、この Y が自分の中でパシッと決まってるとブレなくなりますね。ブレなくなります。大体ね、発信がね、仕事にできない人の共通点っていうのは、途中でね、あれこれやってしまってね、結局ね、自分のね、軸を見失ってしまうんですよ。自分で勝手に。うん。人よりどうこうとか、会社員やってた頃より幸せだとか、そういうね、なんかね、比較になってしまうんですよね。うん。そうじゃなくて、自分はまずそもそも、他者がいないっていう時に考えた時に、なぜ自分は今このことをやってるんだっていう、そのゴールっていうのが、自分の中でパシッとあると、まあ、他人がどうこうって関係ないですよ。僕のフォロワーを抜いていく人はたくさんいて、別にいたところで僕は別に僕の目標をやってるだけで、僕よりも月収が多い人たくさんいますよね。別にそこと比較して僕は落ち込んだりもしないし、まあ、もちろん尊敬はしますよ。尊敬はしますけど、はい、そんな感じです。僕は僕で、ね、他の人も人生変えると思ってるから、まずは自分人生もどんどん変えていくことで、それを証明して、その姿を見せたいなと思ってるだけです。それしかできないしね、基本的には。誰かの人生を変えることは僕が介入してできることってね、できないので。うん、だから Y っていうのはそうですね、ゴールを決めることっていう感じですかね。確かにそうですね、そのコメントが今ありましたけど、はい。で、じゃあ続いていきます。これ結構長くなる、もう 10分で最初の前半とかいう触りだけど、この触りが大事なんですよね。実は前提がすごく大事で、僕がねこれ途中まで書いて、途中からアップデートずっとしてる理由があって、でここのなぜっていうところを何回も読んでほしいからなんですよ。だから最初のうちに980円で買ってる人っていうのはどんどん更新通知が来るんですよね。うん。で来るたびにこのゴールデンサークルっていうのを 見続けるわけですよ。だからそれで何回も見てほしいっていう理由でこのアップデート方式にしてます。うん。何回も見るからね。大事な前提ってね、すぐね、忘れちゃったり、大切なことって、脳みそから消えて、目の前のことにね、いろいろね、左右されてしまうんですよ。僕たち人間は弱いんでね。はい。なので、何回も自分も何回も目を通すし、見てる人も何回も目を通すように、こういうふうに順番を変えてやってます。はい。まあ、変えてとか、工夫してね。はい。なので、まあ、何回も見ていただいたらいいかなと思います。でインフルエンサーになるべき理由です。続いてなぜインフルエンサーになった方がいいのかってことですね。うん。これは3つ理由があって、まず1つ目に時間とお金が手に入るということです。まあ欲しいじゃないですか、時間とお金。はい。で2つ目がね、このビジネスに初期投資はほぼいらないっていうか、すでに終わってるんですよ。うん。実は3000万円ぐらい投資がもうすでにされてます、このビジネスっていうのは。はい。で3つ目が失敗が存在しないということですよね。はい。なんかすごくないですか、お金が手に入って初期投資終わって失敗が存在しないビジネスなんですよね。それがなぜそうなってるのかっていうことをお話ししていきます。あ、途中から来た人は、僕のこの、あ、そっか。そうだ、ノートをね、自分のパソコンで開いて、そのパソコンを見ながら、スマホのこのライブ配信を見るぐらいがちょうどいいのかな。まあ別にノート見なくてもいいんですけどね。はい。まあ、目次を見てる方がわかりやすいけど、まあ大丈夫でしょう。はいはいはい。で、まあ、さっきの話に戻ります。インフルエンサーになるべく3つの理由ですね。で、1つ目が時間とお金が手に入ると。でね、確かに会社員でも時間とお金は手に入るんですよ。うん。これね、難しいっていうか、ちょっと勘違いが多いんですけど、選択できるかどうかですね。うん。選択ができる時間とお金の手に入れ方があるかどうかです。例えば、会社員で1ヶ月休みますって言ったら、多分ほぼ無理でしょう。ほぼ無理ですよね。多分それ休めない。さすがに病気じゃない限り難しいですよね。うん。それです。でも、インフルエンサーっていうとか、あとは自分のビジネスを持ってる人は、1ヶ月休みができ、作れますよね。頑張ったら全然、池早さんとか1ヶ月休んだって別に多分、まあ、ちょっと影響あるかもしれないけど、大した影響はないはずですよ。うん。うん。そうそうそう。だから、まずはその会社員の、その土日だけの休みとか、月20万、30万っていうお金。うん。
それとは違うということですね。自分が、選んだり、選択が自由にできるかということですね。周りを引き込んだ、周りを引き込んだ方がいいのか教えてください。ちょっと質問が来ているんで、また後でね、答えますけど、ちょっとスルーする可能性が高いですけど、今日はちょっとね、この回なんで。はいはいはい。で、時間とお金が手に入るですね。基本的に会社員って時間の切り売りなんですよ。自分に、時間って有限なんですよね。ものすごく有限なんですよ。人生今ね、80年って、100年ぐらいらしいですね。20代の約半分は、100歳まで生きるらしいです。100年時間があるんですけど、100年しかないんですよ。でもお金っていうのは基本的に、ある種無限に湧いてくるようなもんです。時間の方が有限ですね。有限の資産です。だから、100兆円資産がある60代の経営者が、どんなにお金を払って、でも得れないものがあります。それは僕たちの20代30代という若い時間ですね。その10年間とか、そういう時間は買えないんですよ。お金をいくら出しちゃってね、はい、ものすごく貴重なんですよ、僕たちの時間というのは。でその貴重な時間を切り売りして、やってるのが、会社員っていうような感じです。これは別に会社員が悪いわけではなくて、そういうシステムだっていうことだけですね。仕組みが違うってことです。よく言われるのは高級マクドナルドのアルバイトって言いますよね。だから会社員でスーツ着てパシッとやってて、いろんなオフィスに行って、いろんな商談まとめていても、基本的にはマクドナルドみたいにこうハンバーガーをねこうやってるのと変わらないということです。仕組み上はね。でたくさんお金を稼ごうと思ったら、基本的に自分の時間がどん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 なくなっていきます。会社員である以上、お金がどん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 増えていって、時間がどん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 自分ができていくっていう、この2つが同時に上がるっていうことが基本的には起こり得ません。だってそれ時間をね切り売りしてるから。人より会社員という仕組みで稼ごうと思ったら、人より時間を割かないとダメなんですよね。そうです、そうです。例えばあなたの同期がいて、全く同じ給料、月30万手取りだって、その同期よりも、お金が欲しいと思ったら、あなたは残業を増やさないといけないですね。はい、もちろんね昇給とかありえるんですけど、基本的に簡単なのは残業を増やすです。ただ残業を増やした時にどうなるかというと、自分の時間がなくなるってことです。睡眠時間だったり家族との時間がなくなる。そうね、どっちかを追うと、どっちかがなくなってしまう。二等を追うものは一等も得ずみたいになってしまう。一等しか得ないっていうことか、になるってことですね。ただ、インフルエンサーっていう、このインフルエンサービジネスっていうのはビジネスですから、ビジネスなんですよ。そう。アルバイトではないんです。インフルエンサーアルバイトではないんですね。ビジネスですからね。で、この辺は、金持ち父さん、貧乏父さんっていうね、世界で3000万部以上売れてるベストセラーを読んでいただけると分かる。僕も22歳で読みましたけど、パシッとね、理解ができました。はい。で、インフルエンサービジネスっていうのは時間の切り売りではございません。仕組みとかシステムから入ってくる収入ですね。自動販売機を、イメージしてください。自販機ですね。自販機って、例えば、あなたの家の近くの駅に、1時間置いてあったから、売上が1000円立ちます。時給1000円で自動販売機動いてないですよね。どれだけ買われたかですよね。どれだけ買われたかですよね。はい。自分が引き込むタレントプラス受け入れ者巻き込んでいい。そうですね。ちょっとブレるので、また別の質問回にします。またライブ配信するんでね。はいはいはい。そうそう。で、自販機ですね。自販機の話です。だから、自販機って別に時給で動いてないじゃないですか。どれぐらい人が買うかですよね。だから、これはね、自販機ビジネスって流通網の大きさです。流通網。これは仕組みです。これがビジネスです。流通網ですね。流通網を作っとけばいいんですよ。だから、例えば、マクドナルドがすごい理由って、あれってね、大規模な流通網を作って、広告をバンバン打てるからすごいんですよね。で、どこにでも、都会だったら大体一つの駅にマクドナルドってあるじゃないですか。だからどこ行っても食えるんですよ。でも、マクドナルドのハンバーガーよりも美味しいハンバーガーって僕たち頑張ったら作れるはずなんですよ。頑張ったらね。レシピとか肉とか用意したら。だから一番うまいものが売れてるわけではないんですよね。買いやすいとか、どこにでもあるとか、手頃の値段だとか、誰もが知っているものが、買われるわけですよ。だから一番いいものが、一番売れてるってわけではないです。だからこれが流通網の強さですよね。だって、自販機にあるコーヒーよりも、あなた美味しいコーヒー入れてくださいってできますよね。でもあなたのコーヒーの販売額よりも自販機のコーヒーの販売額が圧倒的に多いです。それは流通網が違うからです。だからあなたが作ったコーヒーもその自販機の流通網に流してしまったら、もしかしたらものすごく売れるかもしれないですよね。ただその流通網使えるかどうかの話ですね。お金がないとね使えないので、はい。で、これです。インフルエンサービジネスっていうのはこの仕組みと全く、同じで、基本的には流通網が作られていきます。それ流通網というのはフォロワー数とかね、影響力
力にもよりますけど、だから自分の商品を持ってるかとか、アフィリエイトのシステムを持ってるか、企業の広告案件を持ってるか、まあいろいろね、あのマネタイズポイントっていうのはあるんですけど、ブログもそうですね。ブログも、ストック型のビジネスだね。自分がどん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 記事を書いていって、Google がね、に上がっていって、まあ Google から流入して、こうブログが読まれて、自分は要するにこのマクドナルドとは違って、僕はマクドナルドでこうやってね、ハンバーグを出してる以外にも時間が入る、あ、時間じゃない、お金が入るような仕組みを持ってるってことです。それ流通も、流通網を作っていくっていうような感じですね。ストック型とか流通網とかっていう言葉に変わってくるかなと思います。だからインフルエンサービジネスも、僕が今日こうやって1時間ここに突っ立ってたら いくら稼げるかってわけではないんですよね。ブログ書いたりとか YouTube 撮ったりとかライブ配信したりとか自分の商品を作ったりして、それを、フォロワーがね多い、SNS とかプラットフォーム上でうまく流通させていくっていうような感じです。まあでもいかにフォロワーが多くかったとしてもエンゲージメントが低いとダメなんですよね。エンゲージメントが要するにどれぐらい、反応してもらえるかってことです。だから僕が例えば、そうだな、なんだろうな、夜のテクニック、僕が思う夜のテクニックみたいな本を電子書籍書いたとしてもそれは多分あんまり売れないと思うんですよ。だって僕別に夜のテクニックがうまいかどうかなんて誰も知らないじゃないですか。興味ないしね、うん、でもインフルエンサーになるやり方とか自分が失敗した、やつをどう解決するかっていうのはみんなが見たいわけですよ、うん、そのみんなが見たいものを、なんか作っていくとか、で、あ、時給で働いたらいけないってわけではないですね、うん、働いたらいけないってわけではないですけど、それだけやってても自分の商品はできないから一生楽にならないよって話です。そう、そう、あのね、楽になりたいかどうかっていうのは結構大事だと思いますね。だってさ、普通にあの旅行行ってて、旅行行ってる間にお金が稼げた方が良くないですか。シンプルに旅行に行っててお金が稼げないよりも旅行に行っててお金稼げた方がいいでしょ。普通に考えたらそうじゃないですか。だからそれができるかどうかを置いといて、どっちがいいかの話ですよ。絶対そっちの方がいいじゃないですか。だってそのね、自分の体が動いてないとお金が入ってこないんだったら、自分が病気になってずっとねベッドに寝てたらさ、お金が入ってこずに誰かに頼らないといけないとしても結構きつくないですか。でも自分が仕組みを作っていて、ブログなりインフルエンサービジネスも何でもいいですよ。それに自分の商品作っとくとかね、流通網を作っておいて、その自動販売機の中に自分の商品を置いとけば、僕が寝てる間も誰かがねどっかの駅で買ってくれるかもしれないじゃないですか。それどっちがいいかって話ですよ。どう考えたって自販機作った方がいいじゃないですか。そう、自販機作れってことですね。はい、はい、そんな感じのところです。で、一つ目がね、時間とお金が手に入る。そうそう。だから、インフルエンサービジネスはビジネスなんで、仕組みから入ってくる収入です。まとめるとね。だから、時間の切り売りではないです。だから、収入を上げようと思った時に、収入がどん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 増えて、時間もどん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 増えるところです。うん。おかしい話じゃないんですよ。会社員は、収入を上げようと思ったらどん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 収入が上がるかもしれないけど、自分の時間どん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 減っていくって感じです。で、インフルエンサービジネスは仕組みを作っていく時間っていうのは必要です。もちろん仕組みを作らないといけないですよね。何かしら自分の仕組みなり商品を作っていくなりブログを作っていくなりしないといけないんですけども、稼げば、その仕組みが一旦動き始めて仕組みが大きくなる、なってしまったらどん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 収入が増えるんだけども、自分はまあ別にその仕組みが動いてくれてるから、僕はまあ別にまあ働こうか働かないが選べるんですよ。まあ働きますよ、僕は楽しいからね、仕事っていうかまあ好きでやってることなんでやりますけど、だからどんどん好きなことだから、どん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 仕組みがまた大きくなって収入が上がって、どん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 自分時間が増えて、また好きだからやるからどん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 お金があって、ほんなら最終働かないっていう選択ができるんですよね。何もしない、時間を持て余す、暇になるっていうことができます。うん。でも会社員じゃそれは難しいじゃないですか。ね。どん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 稼ごうと思ったら稼げるかもしれないけども、自分の時間もどん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 なくなっていくわけですよ。だって、それは部長とかね、課長とかそういうふうに昇進していったら、人のマネジメントもしないといけないわけですからね。はい。だから、仕組みを作るか、仕組みの一部になるか、どっちかです。はい。仕組みを作れば、時間は増えますけど、仕組みの一部になってしまったら、それは仕組みの一部なんで、自分が動かないといけないんですよね。うん。そんな感じです。はい。で、こう長くなったんですけど、つまりはインフルエンサービジネスを頑張っていったら仕組みができて、自分のお金と、時間が自由に選択できますよっていうことです。はい。で、続いて、初期投資が終わってる。そうそうそう。あのね、じゃあよし、インフルエンサービジネスはすぐ時間とお金が手に入る。僕にはね、とっておきのビジネスだと思った時に、あ、ちょっと待ってよって、インフルエンサービジネスってビジネスってことは初期投資がいるんじゃないですかっていうことですね。これ実はね、初期投資は確かにいるんですけど、正確に言うとほぼ終わっています。はい。終わってます。で、インフルエンサービジネス以外の話をしましょうか。うん。普通のね、カフェをやろうと思ったりとか、何か商品を作ろうと思った時は、これがいりますよね。設備費用。まあ、オフィスとかいります。
りますよね、自分の店舗を構えないといけないカフェだったらね。であと人件費、まあ自分一人であったら人件費はいらないけど、自分がきついとかね、足りないっていうね、人件、あの人が足りないっていうか人を雇わないといけないそうですね。で、あとはまあ商品開発費とか言いますよね。何か商品作るんだったら、例えばこのね炭酸水を作るんだったら、この炭酸どれぐらいの炭酸率がいいのかとかね、いろいろ考えないといけない。まあ企業だったらねありますよね、商品開発、うん、まあまあ要するにまあ人件費とか、店舗在庫人件費とかっていうのがまあかかってくるんですよ基本的には。まあランニングコストにもなりますけどね、あの人件費に関しては初期投資でいうと店舗とか、最初のその設備費用とかっていうのは、初期投資として必要になってきます。でインフルエンサービジネスっていうのはいるものがあります。うん、これもいります。いりますよ。いりますよね。いるものがあります。だって何もなしじゃできないです。いきますよ。自分の人生の記憶、知識、ネタ、うん、SNS アカウント。はい。まあ、3つですね。あの、自分の、3つです。あの、インフルエンサービジネスで必要なのは3つで、自分の人生の、記憶とか知識とかネタです。で、2つ目が SNS アカウント。で、パソコンかスマホ、それとインターネット通信。この3つ、OK。はい。どうですか？今お金かかりますか？皆さん何か持ってないのあります？自分の人生と記憶とネタ持ってない人いますか？いませんね。SNS アカウント。はい。これ何見てますか？ Twitter で見てますね。はい。で、パソコンかスマホか、それからインターネット通信。はい。これ何で見てますかってことですね。はい。っていうことはもう持ってるんですよね。で、逆に言うとですね、実はこれものすごくお宝なんですよ。特に1つ目の自分の人生とか、記憶とか知識とかネタっていうのはすごくお宝で、実はですね、22歳の新卒サラリーマンの人生、の方がいて、新卒22歳ですよって人がいた時に、大体平均してね、2000万円から3000万円ぐらいの初期投資が、されております。まあ、すでにお金がかかってる。それを育ててくれた人に感謝ですよね。僕は最初持ってなかったんで、そうお金を、自分育ててくれた、その、まあ、要するにお金がかかってるわけです。一人をね、成人させるために、成人されて社会人になるまでに、大学まで行くと2000万から3000万ぐらいかかってると。で、要するに、僕っていう人生が、その、インフルエンサービジネスで必要なんですけど、この僕っていうものは、僕がお金を出して作ったわけではないんだけども、作ってくれてるわけですよ。誰かお金を出してね。はい。すごいですよね。そう考えたら。うん。だから3000万円の、まずビジネスがもう持ってるわけですよ。自分で。初期投資が終わってる。はい。すごいですよね。で、SNS アカウントは持ってるじゃないですか。持ってますよね。はい。スマホも持ってますよね。はい。ということです。まあ、強いて言うなら MacBook Pro 買うとか、ねえ、なんかもうカメラ買うとか、なんかそんな感じじゃないですか。でもそれって、ね、カフェやるってなったら大体500万から1000万で最低かかると思うんですよ。どう頑張ってもね。ということは、でもさ、500万もかからないじゃないですか。だから100万かからないし、まあ、50万ぐらいじゃないかな。まあ、頑張って買ったとしてもね。僕はもう MacBook Air 持ってたから、スタートとしては、もうほとんどないですね。で、あ、そうそう、じゃあお前生活費がいるじゃないかってね、自分の人生コンテンツだったら生活費がいるだろうって言うんですけど、これ、ビジネスしてたらかかるでしょ？カフェやってても生活費かかるでしょ？別にカフェ以外でもいいんですよ。なんだ、普通にサラリーマンしてても生活費かかるわけじゃないですか。だから、それはどのビジネスやったとしても同じ同条件なので、今回そのインフルエンサービジネスに関しては、その生活費はかからないっていう、かからないというかそこはね、考慮しないような、計算にしてます。はい。だっているでしょ。だって、インフルエンサービジネスするから生活費かかりますでしょ。いないじゃないですか。他の仕事してたって生活費かかるのがそれ一緒でしょ。うん。そうそう。あ、利益率もいいですね。はいはいはい。うん。はい。で、インフルエンサーになるべき3つの理由の2つ目の、初期投資がほぼ終わってるって話まで、しました。で、3つ目、失敗が存在しないです。ここね、結構ポイントなんですけど、ね、チャレンジしていく中でね、まあ多分発信がうまくいかないとか、フォロワーが増えないとかね、稼げないとか、楽しくないとか、いろいろ、あると思うんですけど、それ自体がもうコンテンツになるんですよ。だからうまくいかないってことが大事です。うん、でね、これなんでうまくいかないかが大事なっていうのは、これはもう行動経済学から分かってるんですよ。これノーベル経済学賞を取ったダニエル・カーネマン氏のね、研究で言われてることなんですけど、人は利益を得る選択よりも損失を回避する選択をする傾向にあるということです。だから、1000円もらうよりも、1000円取られる、ことを回避したことに人間は動くんですね。うん。はい。で、1万円得る喜びよりも1万円失う苦しみの方が大きい。購入の意思決定において、損失回避は潜在的利益よりも強い動機づけになる。ここ大事、一番最後大事ですね。利益よりも損失を避ける動機に人は2、3倍高く、変化を、
起こす意欲を示す。だから 2,3 倍高く反応するってことですね。だから損失を避けたいって思ってるんですよ。得したいよりも損失避けるように3倍動くんですね。はい。ということは、あなたが最初からうまくいってたら人は見ないってことです、あんまり。うん。あなたがうまくいってなくて、それをどういうふうに解決してるかっていうことに、頑張るわけですよ。だってインフルエンサービジネスやるってなって、ポケット Wi-Fi を5000円で借りました。インフルエンサービジネスのために月5000円プラスになってるわけですよね。プラスになってるとか、そのお金がかかってるわけですよね。で、それがずっとかかって、結局インフルエンサービジネスが、失敗して、普通のサラリーマンに戻ってしまうっていうのが嫌なわけですよ。これをみんな回避したいんですよね。あ、そう、プロスペクト理論ですね。はいはい。難しくと言うとね。はい。で、そうそうそう。で、だから、そういうこうずっとインフルエンサービジネスがうまくいかないとか、インフルエンサーになれないとか、発信が仕事になれないってことをみんな回避したいんですよ。うん。だからそっちの、だからそういううまくいかなかった経験がないと、逆に言うと語れないわけですよね。いきなりインフルエンサーになりますって、ね、3日後にフォロワー1万人みたいなね、月賞100万円、200万円っていう人には、僕たちは共感ができないわけですよ。だってわかんないから。だってね。うん、そうそう。なんで、こういうふうに先に失敗するとか、先にうまくいかないことを経験して、それをどういうふうに解決してるかっていうことが大事なんで、失敗が存在しないということです。まあ、つまりもうやったもん勝ちっていうことですね。失敗が怖いんですとかね、失敗したらどうしようとか、そもそもね、初期投資がまずね、ほぼ終わってるにもかかわらず、な初期投資がね、1000万円、2000万円かけるビジネスだったら失敗したらどうしようって考えるのは当たり前ですよ。だって、お金をかけてるわけでしょ。でも今回は、もうスマホでいいんですよ、スマホで。もう。スマホで、もうこれ壊れてますけどね。はい。スマホがあればいいんですよ。スマホと、まあ、パソコンぐらいでいいんです。だってそれ20万かけたビジネスで失敗したらどうしようって、アホっていうか20万ですよ、たったの。まあ、それはさ、いや、20万でそれ少ない金額じゃないですけど、それでビジネスができて、しかも失敗が、ないっていうかね、はい、うん、そうそうそう、失敗がないわけですが、失敗した方がいいんです、逆に言うとね。うんうんうん。だからそう考えたら本当にリスクの少ないね。リスクが少ないって言うとなんかあんまり言い方悪いですけど、うん。ああ、そうね。まあ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 、まあね、発信しててね、損害賠償っていうのも、まあまあ、そうね、リスクあるかもしれないですけどね。うん。まあ多分、そう、まあよっぽど変なこと言わない限りは大丈夫だと思いますけど、まあそういうことがあったとしても OK なんですよ。損害賠償を取られてどういうふうに戦ったかっていうのもコンテンツになりますからね。うん。なったらなったですよ。そうそうそう。はい。で、ここまでが、結構長くなったね。インフルエンサーになるべく理由ですね。なるべく3つの理由で時間とお金が手に入りますよ。流通も作っていきますから、自販機を手に入れるようなもんですよと。よく売れる、自販機が入るようなもんです。で、初期投資もすでに終わってるので、もう私スタートするだけで、失敗も存在しないんで、何もビビる必要がないということですね。ここまでが、まあ前提のお話みたいなところが、まあまだありますね。はい、まだあります。はい。で、じゃあとはいえね、とはいえこんな僕みたいななんか一般人がインフルエンサーになれるのかってことです。だってインフルエンサーになれる人ってのは特別なんじゃないの。もともとね、能力があったんじゃないの、借金ないとダメなんじゃないとか、ムカつくんですけど借金があるからあなた成功したんですよねみたいなことを言ってね、みたいなことがたまに来るんですけど、ムカつきますよね。関係ないじゃないですか、その借金があるどうか。それ借金が確かにコンテンツにはなりましたけども、そうおかしい話だよね。だってお前は借金があるからそんな人生なんだからやめとけみたいなことを言う人もいれば、で成功してしまえばお前には借金があったからでうまくなったんだろうって、もう本末転倒じゃないですか。うん。もうおかしいな話ですよね。はい、まあまあいいです、この話は OK。 そうで、一般人が有利です。一般人が有利で、逆に言うと有名人が有利にならない理由があります。先にそれを言いますね。で、フォロワー100万人、テレビに出てね、街で見かけたらみんなが気づいてくれるっていう、そういう人、これはね、そうそうそう、これはね、知られてるっていう状態で、認知ですね、認知。これは、近郊西野さんが言ってますけど、認知と人気は違うって話をしてますよね。はい。で、インフルエンサービジネスで重要な数字っていうのが、エンゲージメント率って、エンゲージメントです。つまり、どれぐらい反応してくれるかどうかってことですね。はい。フォロワーが仮に多くても、実際に反応している、購買に、アクションしている人が少なければ、インフルエンサーにはなりにくいっていうか難しいんですよ。うん。人の行動に影響を与えるからインフルエンサーになるってことですね。うん。じゃあ、なんで一般人の方が有利なのかってことです。うん。だってね、フォロワーが多い方がいいじゃんと思うじゃないですか。
有吉さんとかね、すごいタレントさんテレビに出て人気のね、タレントさんの方がいいじゃないかって言うんですけど、実は一般人の方が有利。それは共感ですね。共感されやすいかどうかです。だって有名人がインフルエンサーになって、僕はね有名、あのインフルエンサーだから君たちもなった方がいいよって言われた時に、いやお前はそもそもテレビに出てただろうってねなるじゃないですか。うん。まあそれはもちろんテレビに出るまでに一般人からスタートしたっていうのもありますけど、テレビに出てるっていうだけでもうね、あまりこうもう切り離された世界にいる人になってしまうんですよね。で、そうそう。で、じゃあそこに、フォロワーとね、皆さんと変わらない一般人上がりの人が、そういうところに出てきたらどうでしょうか。うん。で、ここでね、ちょっと例文を書いてるんですけど、私も1年前は平凡な OL でした。平日は残業で家に、平日は残業で家に帰るのが22時過ぎることがほとんど。で、土日はね、平日の失われた睡眠を取り戻すかのように寝て過ごすだけ。これでは私の人生が人の会社のお手伝いだけで終わってしまう。そう思ってブログとツイッターを始めました。最初は何を書けばいいか分からず、自分だけの日記のような内容がほとんど。ある日仕事で担当している海外の輸入雑貨を自分なりにランキングでまとめてみたら、それがフォロワーさんから大好評に。3ヶ月ほどテーマを絞って発信していると、フォロワー数も5000人を超え、ブログから月3万円のお小遣いが発生するようになりました。はい。で、しかも、記事寄稿と、商品 PR の依頼まで企業から来るようになりました。で、今までは、今ではツイッターフォロワー1万人、ブログと PR 案件で月30万円稼ぐようになりました。会社員とね、給料を超えることになってきましたと。で、あの時の自分のような思いをしている人のために、私がこれまでにしたことを10個のポイントにまとめて、電子書籍を作ってみました。ぜひ、自分を仕事にする生き方の扉をノックしてみてください。会社のお手伝いだけで終わる人生はもう終わりにしました。はい、こういう風な文が流れてきた時にどうですか？私にもできそうと思いません？うん、ここなんですよ。こういうリアルな、話で、この話に関しては僕は適当に作りました。適当に作りましたね。こういう適当な話、適当な話で、こういう存在がいたらどうかなっていう感じで書きましたけど、こういうことなんですよ、共感っていうのは。うん。平凡なサラリーマンとか、ダメサラリーマンとかクズとか何でもいいんですけど、あなたの今のその人生で OK なんですよ。その人生であることが素晴らしい共感ポイントなので、あなたの人生はあなたの人生で特別なんですけど、特別じゃないんですよ。逆に言うとね、みんな同じような思いをしてるんですよ。それは理由はみんな働き方が、だいたいサラリーマンで、だいたい普通の一般家庭で育ってるからです。だからここがいいんですよ。だから一般家庭な自分で、平凡なサラリーマンであることを悔やむのではなくて、そこからどう変わるかっていうところが一番物語には空白があるから、人っていうのは見るっていうことですね。はい。で、これが一般人にこそ、チャンスがあるという理由で、共感なしにはインフルエンサービジネスは成り立ちません。それはエンゲージメントが大事だから。うん。過去の自分にとってのロールモデルになるようなことを意識して発信してみると、いいかなっていうことですね。まあ無名であることが重要ってことですね。はい。そんな感じです。で、ちょっと長くなったので、またやります。はい。結構長いね。これね、最初から全部話すとすごいな。これもう、まあ、セミナーになったら多分僕はこれ全部話してると、そっか、でもここまでで30分ってことは、2時間ぐらいのセミナーがあったらきついね。抜粋して話さないとダメですね。はいはいはい。ということで、僕も勉強になりました。はい。そんな感じなんで、よかったら、よかったらというか、無料ゾーンだけでもね、読んでもらったらだいぶ変わると思うんですよね。うんうん。まあ、またチラ見せじゃないけど、第2章までぐらいは、こっちのね、ライブ配信で頑張りたいと思うんで、よかったらまたね、はい、見てくださいっていう感じで、そうそう、クリスマス一人でね、頑張ってる人っては、僕も頑張ってますから、皆さんも頑張りましょう。来年のクリスマスは、そうだな、来年のクリスマスは、例えば素敵な女性とか男性とかと巡り合って、温泉旅行に行きましょう。温泉旅行ね。温泉旅行に行きましょう。で、温泉旅行に行ってる間に、アフィリエイトとか、そのインフルエンサービジネスから、例えば1日3万円とかね。うん。1万円でもいいんですよ。今日は僕は5万円ぐらいですかね。もうちょっと少ないから、今日は4万円か3万円ぐらいかな。わかんないけど、そう。3万円とかね。まあ1日10万円とかね。うん。大事な人と時間を過ごしながら、お金も入ってくるっていう、いや本当いいですよ、その方が。うん。で、大事な人との時間に集中できるというかね。だってクリスマスが終わってもまた働く人いるわけじゃないですか、会社に行ってね。うん。
あ、そうだ、明日の週を作ってないとか思いながらクリスマスを過ごすよりも、よし、じゃあ次はどんなね商品が作れるだろうとかと思いながら、頑張っていくというか、クリスマスを大事な人と過ごせるみたいな状態をね作れるのが、作れるための土台がインフルエンサービジネスだと思うので、ぜひね、あのインフルエンサー1年目の教科書もし買っていただいた方がいれば、それを、見ていただいて、頑張ってみてください。この30分とか40分ぐらいで話した内容っていうのはまだ触りです、まだ触り、第1章のインフルエンサーを理解するっていう、このまだ3つの項目しか話せてないので、また次回この残りのインフルエンサーになれる人とそうでない人の違い、第2章、人生を変えるアウトプット術、インフルエンサーと、インフルエンサー、あ、これ間違ってるね、インフルエンサーとフォローされること、インフルエンサーに、フォローされるコツは DM とメンションにあるとかね、無視されないメンション3つのコツ、フォロワー1000人突破7つのコツ、とかね、発信ストップはネタを絞って解決とかね、テーマを決めるな、ストーリーを整理しろみたいな話ですね。うん、はい、を、またあのこの動画でやっていくので、よかったらテキストベースで読みたいって方はよかったらあの買ってみてください。まだ2780円、そんなめっちゃ高いわけじゃなくて、僕ね去年の、例えば今頃にこれが出てたら別に5000円とか払いますよ。全然払います。だって5000円ですよ、たったの。あの、まあまあ人の金なんであれですけど、お金なんであのいろいろ言えないですけど、だって5000円でさ、ね、自分のその人生がビジネスになる、ノウハウが詰まってるんだったら、まあ僕は買いますね。5000円で仮にできなかったとしても、たった5000円ですからね。飲み会1回、ちょっと高めの居酒屋に行くとかね、女の子に1回おごるよりかはだいぶ安いと思うので、よかったらね、無料ゾーンだけでも読んで、まあ、あの目次をさらっと見て興味あれば、買ってみてくださいということで、あの完成すると3980円なんですよ。2980円の予定だったんですけど、ちょっと量が多くなったんで3980円かな。本気の人だけが買うようなあの感じにしたいと思います。そうで、そうですね、本気の人だけが買っていただいた中ね、確かに500円とか1000円とかで売ってもいいんですよ。それでもね、多分ね、500円とか1000円って人読まないんですよ、絶対。500円だから500円で買ったものって多分ね、まあ確かに読む人いると思うんですけど、なんかね、4000円ぐらい出したんだから読もうみたいな感覚になると思うんですよ。まあ内容もそれは4000分ぐらいは全然多分あると思うんでね、完成したら。はいはいはい、そんな感じなんで、まあよかったら、気になる人はね見ていただいたらいいかなと思いますね。またライブ配信でまた第2章あたりもやっていくので、お楽しみにしてください。で、来年のクリスマスは、大事な人と過ごしながらもお金を稼げるという状態になってから過ごしましょう。あの稼いでかっこよくね、なったらいいかなと思います。僕も、頑張ります。はい、まあいいんですよ、クリスマスぼっちでね、仕事をするぐらいの方が、結果を作れると思うので、はい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 、ということで、はい、また次回やりますね。はい、明日仕事ある人頑張ってください。バイバーイ。